ベイちゃんには目標がある。日本一、日本一、日本一。いよいよ危機感を覚えてる。練習試合、そうですね。今日はどんな、まあ、相手はさやかシーサーさん、一回ねガッキーのホームランで1対0で勝ったキューブリーグの時の相手さんですね。でプラスやっぱり今日はナイター、全国大会の決勝がナイターであるみたいなんで、まあ、ナイターを想定して練習試合を、さやかシーサーさんが一緒にねやっていただけるので、まあ、それを想定しながらの練習試合になると思います。はい、そしたら今日、練習試合、前回キューブリーグさんの大会で当たった爽やかシーサーさんと、練習試合させていただきます。で今日の練習試合が、全国大会の決勝を想定した中での、まあ、ナイターということで、いつもよりちょっと時間が遅い時間帯なんですけど、今日含めてあと1試合ぐらいはナイターで練習ができると思うので、大会に想定しながら、いろいろなことをね頭の中に入れながらプレーしてほしいなと思います。いいですか？はい。で、今日からまあ、残り1ヶ月ぐらい決勝までの間に、まあ、全員が参加したという、体で決勝のスタメンっていうのを毎回発表していきます。まあ、その段階で呼ばれなかった人間はここからの練習試合残りでいろんなアピールをしていかないといけない。スタメンで発表された人間っていうのは、まあ、奪われないように現状維持プラス向上心を持ってやっていくっていう意識の意味で今後発表していきます。なので今日はまず試合前の現段階でのスタメン決勝の発表していきます。ポジション別でいきます。まずピッチャー、エータ、はい、キャッチャー、ショータ、はい、ファースト、マルコ、セカンド、タクマ、はい、サード、ガッキー、はい、ショート、キノピー、はい、レフト、高見、はい、センター、朝日、はい、ライト、キッサト、 DH、 ラギ、はい、今の現状はこのメンバーです。全然変わります。これが固定ではないので、今呼ばれなかったメンバーは諦めないでほしいなと思います。練習試合全て見ているんでね。はい、もちろん、打った打たないもありますし、守備、走塁、いろんな面での、スタメンも考えていきますので、いろんなところをしっかりアピールしてほしいなと思います。いいですか？はい、今日また試合後に、またメンバーがスタメンが変わるかもしれないので、また発表しますので、毎試合後これから発表していきます。いいですか？はい、それぐらいかな。コーチ、はい、まあ今日、全国とね同じ時間帯でできるということで、まあ、今までの練習試合ではねなかなかそういったところも入ってくることはなかったんですけど、ちょっと心意気というかね、まあ、前哨戦のつもりで今日は挑んでいけたらなと思うので、まあ、各々ね、いろいろ今までの練習試合も課題持って打席だったりとかもそうだし、守備だったりもそうだし、やってきたと思うんだけど、まあ、それをちょっと今日はね、なるべくこう結果にこだわってやっていけたらいいのかなと思うので、まあ、相手もね、いい相手なんで、まあ、本当に全国決勝のつもりで今日はやれたらなと思うんで、勝ちに行きましょう。ナイターだから白帽ゲームになると思うんで、フライね
消えるんで、風とか今日はないけど、もう全員しっかりボール見える人が声出して追って、あの全員でフライは取りに行きましょう。以上です。はい、キャプテン。まあ、打席での見え方だったりとか守備のボールでの見え方っていうのは多分今までとまた違うと思うんで、この辺はあの自分たちでしっかり感じながら次に活かせるような、まあ失敗することもあると思うんですけど、そこはここが全てじゃないんで、まあ、本番である1ヶ月後にいい形で臨めるように過ごしていければいいかなと思ってるんでまあその今日はナイタルできるってところをいい機会として捉えて、まあここをいいとこ出して、いいゲームになるようにやっていきましょう。 OK! よっしょ、はい、パシパシ。まあ今スタメン外れたんだけどさ、ライトで、はい、心境的には多分星は一番悔しいと思う、はい、正直な。でもなんていうかな、やっぱ一番ライトで迷った正直言うと。で全く確定じゃないし、うん、まあ、喫茶とはやっぱり総合的に見てもやっぱり優れてる部分が多い、肩、走塁、守備、打撃、あと野球の知識経験だったり、で星も、ま、全く負けてない。だからこそ、まあ、こっからの練習試合の星っていうのはすごく大事なんだけど、むしろ奪ってほしい、うん、やっぱりその喫茶とがもちろんレギュラーで出ることももちろん俺としては心強い、ベイちゃんのメンバーとしても心強いと。でもその喫茶と星がレギュラー奪い合ってやっぱどうなっていくのかっていうのは多分視聴者さんも含めて多分見たいと思うんだよね。その辺星的にはどう思ってる、まあ、今日のさっきの発表を聞いてたけど、そこの、まあ、ライト誰にしようっていうところでまず迷いが出る時点でまだまだ足りてないのかなと思うんで、うんうん、僕自身全然まだスタメン確約出れるって思ってないですし、うん、そこは自分の手で勝ち取りたいと思います、うんうん、もちろんね、その星の今まで良かった点って言ったら失礼です、やっぱ素晴らしかったし、でもやっぱり星の良さってのはやっぱバッティングだと思う。でもそこのバッティングを多分まだ十分ベイちゃんに来てからアピールというか実力を発揮できてない部分が多分あると思うんだよね。多分悔しい部分があると思う、それはもう分かってるし俺は伝わってるから。だからこそじゃあ誰か外野いなかった時ってのはまず星を一番最初に使うし、でもやっぱりスーパーサブで置くような人間じゃないと思うんだよね、星っていうのは。だからこそレギュラーを取ってほしい、奪い取ってほしい、もうそれを取るにはもう結果しかないから、うん、その辺今後どうしていこうとかなんか思って考えてる部分ある。僕自身もチームにとってもやっぱりフォアボールじゃあの物足りないっていうか、やっぱりその決勝戦のピッチャーもすごいいいっていう風に。そうだね、いいね、聞いてるので打ち勝てるメンバーがやっぱり試合に、うん、まあそうだな、出るべきだなと、まあ、打たんとな話だなんかな、はいはい、うん、そこのまあ打撃の部分です、まあ、単打っていうよりもやっぱり長打、うん、ちょっとそこを上げていきたいなと思います。だから多分お前のいいところって、うん、なんだろうな、やっぱりその練習試合とかももちろん大事なんだけど、大会その独特の緊張感がある中での実力の出し方っていうのは、はい、やっぱり精神面が強い人間、やっぱりちょっと普通の人とちょっとずれた人間が俺は強いと思って、めちゃめちゃ普通の人間からずれてるから星は皆さんちょっと分からないかもしれないですけど、こいつめちゃくちゃ変なやつなんで俺が言うのもなんなんですけどね、めちゃくちゃ変なやつなんで、まあ、だからこそやっぱそういう人間の方が期待できるんだよ。でも結果残さないとってなるんじゃなくて、はい、もう来た球を打てばいいだけやから、はい、シンプルにこう、はい、な、頼むよ、はい、期待してるよ。うっ、おいっす、握手弱っ、うっすね、変なやつでしょ、変なやつですか、行くわ頼むよ、最高ね、はい、マッスもさ、はい、まあ、さっきのスタメン発表の時に、はい、まあ、スタメン漏れはしてるけど全くそんな補欠だと思ってないし、はい、むしろ食い込んでほしいのよ、はい、うん、でなんだろうな、レフト高見さん、はい、センター朝日っていうのはもちろん固定にはなってるけど、じゃあずっとこのまま残りの試合を、じゃあ例えば高見さんと朝日が打率0割0分0厘でしたとかなった時っていうのは、やっぱりそのどっかでやっぱり俺も監督として決断しないといけない時があると思うし、はい、じゃあライトも今さっき星には話したけど、喫茶と星が確定ってわけではなくて、やっぱりその参加が上がれば近谷も入ってくるんだけど、やっぱり4人で争ってるんだよね、そこのポジションも、はい、だからこそマッスもちょっと調子上がってきてるし、あ、なんだっけ、やっぱり俺はラッキーボーイのマッスが好きなの本当に、別にラッキーボーイって下手って言ってるわけじゃなくて、はい、やっぱりここぞっていう時に回ってくるのもマッスの良さだし、はい、でここぞっていう時に点を取ってくれるのもマッス持ってるもんがあると思うから、その辺もちょっとね、マッスのモチベーションを下げてほしくないなって思って、はい、あ、なんだ俺レギュラーじゃないのか、じゃなくてやっぱり取ってほしいんだよね、うん、はい、その辺はどう思う、今日の発表も聞いた上で。
今現状のレギュラー発表っていうのは、うん、あまあそうだなっていうのが素直な感想なんですけど、うん、まあそこで、まあ、しょげてる暇もないし、うん、自分もレギュラーで出たいし、うん、そのためにまあもっともっと頑張って、うん、それこそ本当に今出てるメンバーを脅かせないとなっていうところは考えてます、うん、そうだな、はい、まあ、もちろんバッティングっていう面もそうだけど、やっぱ俺走塁と守備も全部見てるから、じゃあ外野フライ上がりました、後ろの後方のフライです、それを抜けて長打にするのと追いついて取る人間とって、やっぱりね、もちろん後者の方がいいに決まってるやんか、当たり前やけど、そういったところも俺は見てる、打球の追い方だったり、だから全力でいった結果取れなかったのか、ちょっと余力残して取れないのかとかもやっぱり判断材料にはなってくるから、だからこそ例えば打球が飛んでこなかったら、じゃあ俺どこ見るかって言うと、攻守交代の時とかのキャッチボールだったり、あとノック中だったりとか、そこを見てるから、俺は全てのプレーにおいてアピールしてほしい、はい、うん、もう気の抜かないプレーをしてほしい、はい、だから絶対できるから、はい、まあでも30代やから体は無理せずに。分かりました。どっか痛いとこある？あ、今全然大丈夫です。ほんまに、はい、俺は肩と肘と腰と股関節とふくらはぎ痛めてるから。だから体はケアしながらやけど、でもやっぱりね、まあ、もちろん若い子らの頑張りも大事だけど、やっぱ俺はもういるメンバー全員年齢関係なく平等に俺は見てるから、はい、うん、気使わずに年下からレギュラーを取れ、取ります、頑張ります、取ってくれ、はい、多分視聴者もマス打ってるとこ見たらみんな面白いと思うし、はい、なんか一言言っとく。そうっすね、まあ、自分の持ち味はそうだな、なんだろうな、パッと出てこないな、パッと出ない時点ダメなんだよな。出てほしいんだよな。俺とかやったらさ、やっぱり俺のやっぱ一番の見どころはやっぱり体重です。重みのある発言と重みのある行動をしていこうと思います。まあ自分の持ち味は、うん、まあ、長打力でも、なんだろうな、その守備の華麗さでもなくて、うん、やっぱ選球眼、うん、まあ、シーズン2とかその辺からも言われてたとは思うんですけど、まあ、選球眼で、なんとかこう、どんな形でもいいから塁に出るっていうところが自分の持ち味の一つであると思うんで、まあ、そこも突き詰めつつ、いいところで回ってくる、まさに本当、ラッキーボーイっていうところを象徴させるようなプレーを今後も見せていけたらなと思います。頑張ります。まあ、ということなんでね、ライト、誰がレギュラー取るのか、キャッチャーと二遊間も争い激しいけど、外野の争いも激しいんで、星とまっすーがどんだけ打つかによって楽しみが増えるんで、皆さん誰がレギュラー取るかコメントで予想してください。お願いします。頑張ります。はい。はい、行います。どうぞね。よろしくお願いします。いいボールだ、いいボールだ。今日はあの内田販売システムさんの伸びるバットとスクリームスイング用意してきました。どういうこと、なんすか、後ろでなるぐらいの方がいいと思います。ゴー、 OK、 あ、いいね、はい、OKOK、 ナイスバッティング。ラインスタンドが完成しました。LINE 公式アカウント、これも友達追加するだけでなんと無料でゲットできます。スタンプは全部で8種類ございます。配布期間は2024年6月19日まで、90日間使えるスタンプなんでね、スタンプゲットしてガンガン使ってください。